皆さんこんにちは、ジャズギタリストの高面信樹です。今日はスケールを覚えても使い方がわからない人、あと聴いたものを、その場で弾けるようになりたい人のためにすごく、簡単なエクササイズを紹介したいと思います。ちなみにこのエクササイズは、例えばフレーズや、リックを覚えて弾いていてもなんかこうしっくりこない人や、あとテーマを弾くときに、まあ一箇所でしか弾けなくて、まあもうちょっとこうテーマをいろんなバリエーションで弾きたいという人にも、効果的だと思います。このエクササイズなんですけども、ズバリ自分がよく知っていてこれまでに弾いたことない曲を弾くというエクササイズです。まあちょっと漠然としてるんですけども、例を挙げるとですね、例えば、自分の学校の小学校の校歌だったりとか、あとまあテレビの CM の曲、あとは童謡だったりとかアニメのテーマソングとか、そういった曲というのはやはり時が経っても自分のこう中にしっかりと残っているので、そういった曲でなおかつギターで弾いたことがない曲を、耳を頼りに弾くというエクササイズです。このエクササイズなんですけども、もしかしたらこう絶対音感がある人にはちょっと、あまり効果がないのかなという感じもします。まあ僕は相対音感なので、まあ相対音感を鍛えるという意味でも、自分がよく知っている曲を耳を頼りに弾くことで、インターバル、音程の感覚だったりとか、まああとその音程が上がる下がるっていうのが、まあどれぐらい上がったり下がったりという、まあ指板上でのその距離とかも把握する、いい練習になるので、すごくおすすめのエクササイズです。あとこの動画の最後では、僕が思うインプロビゼーションの極意なんかも、紹介したいと思うので、皆さん最後まで、お付き合いください。では、早速このエクササイズを紹介したいんですけども、この動画はある程度このメジャースケールが、分かっている、ただその使い方がよくわからないという人を対象にしているので、もしまだメジャースケールがわからない人は、僕のウェブサイトの、レッスン教材のページにいくつかメジャースケールのポジションが書いてあるハンドアウトがありますので、そちらの方をこの下のダウンロードリンクからダウンロードしてみてください。もしまだスケールが分かってない人は、まあ、焦らずに、まず1オクターブをしっかり覚えて、その1オクターブを覚えたら、その覚えた音を頼りに1オクターブずらしたりとか、同じ音を頼りにして、まあ、できれば一つのポジション、自分がしっかりと、これはできるというポジションを見つけて、まあ、できれば2オクターブですね。まあ、2オクターブというのはギターで言うと、すいません。まあ、6弦がルートだった場合は、6弦のルートから、1弦のルートまで行くとちょうど2オクターブなので、そういった感じでこうメジャースケールが弾けると、今回のエクササイズの、準備は、バッチリということになります。まず、このエクササイズをやるときに必要なのが、最初の冒頭でも言ったんですけども、自分がよく知っている、なおかつ弾いたことがないような曲で、まあ、今回ちょっと、最初の方で紹介したいのはメジャースケールを使ったエクササイズなので、できれば明るめの曲ですね。例えばこんな感じのふわーっといった感じの、曲を選ぶと、例えば、タタ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 といったような感じでキラキラ星ですねの曲だったりとか、明るめの曲ですね、まあ、マイナーのコードについてはまた後では紹介しようと思うんですけども、まずは明るめの曲を、2,3 曲ちょっと自分の中で思い浮かべてみてください。ではですね、まあ、世界で一番有名だと言っても過言ではない、まあ、1年には1回絶対聴くであろうという、ハッピーバースデーを例に今回ちょっとこのエクササイズを紹介したいと思います。まずですね、メジャースケールを1つ選んでください。自分がしっかり弾ける、もう本当にこう、なんて言うんだろう、指板上でしっかりと把握できているメジャースケールを、どのキーでもいいので選んでください。ちょっと今こう A メジャースケールを選んだんですけども、A メジャースケールの、この位置ですね。で、このスケールを練習してほしいんですけども、こうやって弾くときにですね、こうルートに、A の音に解決した時のこの、落ち着いた感じですね。っていうのをまあ意識しながら、こうやって弾いていくとですね、まずこうルートが、全て見えてくるようになるので、すごくいいと思います。そしてそのスケールを準備した後は、そのスケールの中にあるコードですね、 A のメジャースケールの中には、A だったりとか D コード、あとは E コードといったコードが入っているので、こういったコードを弾いたりとかして自分のこう耳を A のキーに、慣れさせます。これができたらですね、まず一通り、準備段階は終わりなんですけども、次にですね、実際にメロディーを弾くんですけども、メロディーを実際にギターで弾く前にまずやってほしいのがですね、このコード、まあその A のキーだったら A のコードですね、 A のメジャーコードを弾いて、このメロディーをこのキーで、自分の中で聞こえるようにする、意識ですね。ちなみにこういったシンプルな曲を演奏することのメリットとしては、80%90% の割合でキーのルートの音、スケールのルートの音で終わるので、
まあ、最後の音を聞いて、そのキーの音っていうのが分かりやすいっていうのもあるので、今回こうしてシンプルなメロディーをピックアップしてるんですけども、まずこういう風な感じでコード弾きますね。それで、まあ、コード進行とか、まあ、曲に合ってなくてもいいので、まずこのキーの中で自分がハッピーバースデーを歌うとしたら、例えばこの音ですね、ター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 タって歌うとちょっともう完全に外れたようになりますよね。あとはなんか他にもなんかいろんなキーの他の音からいろいろ歌ってみたりして、タタ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 、ちょっとなんか合ってないような感じがしますよね。タタ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 、なんかこのメロディーがしっくりきてますね。そしたらですね、まあこれをまあコードを弾きながら、まあ歌っていきます。タタ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 。でそれでですね、もし自分が歌ってるメロディーがこのキーに合っているのかなっていうのがちょっと不安だったら、最後の音をしっかりとちょっとチェックしてみてください。でちなみにタタタタタタと僕は歌っていたので、タ最後の音が A になっています。まあ例外もあるんですけども、受注ハックそうなので、この音が、しっかりとルートとして最後に弾いてあったら、まあ、A であるというふうに、まあ、仮定しても大丈夫だと思います。もし不安であれば、ですね、最後から一つ前の音でちょっとその音をホールドしてみて、どの音に自分の耳が行きやすいかなというのを意識するのも効果的です。例えばタタ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 タと止めると、こうなんかこう解決してないなという感じがすると思うんですけども、タタなのかタタなのかタタなのかと考えたときに、ちょっとまあ回りくどくやったんですけども、やはりこの音に解決したときにすごくしっくりくると思うので、まあそういったこと、最後の音、そして最後の一つ前の音でホールドしてみるというやり方で、まあそのしっかりと自分がキーの中でメロディーを歌えているかっていうのが分かると思います。まあこの段階でですね、もしこう弾いていてなんとなくコード進行まで分かるっていうのだったら、まあそれはそれで弾いてもいいんですけども、まあ実際そこまでは今回考えずに、すごくシンプルに、まあワンコードとか、まあちょっとシンプルなコードをホールドしながら歌ってみて、メロディーを探してみてください。メロディーがこう歌えない人は、口笛だったりとか、まあ、鼻歌だったりでもいいので、とにかく自分が、音を出すという行為を絶対にやってください。これがですね、重要なのはやはりその楽器を使って楽器でのそのメロディーの弾き方を覚えてしまうんではなくて、自分の中にあるメロディーを楽器を通して弾くというイメージを、強く持たない限りは、なんて言うんだろう、自分の中で思っているものを、外に出すということになかなかならないので、そこも、ちょっと注意してみてください。そして、ひとたびこのメロディーが、こういった感じでシンプルな、まあ、コードでもいいんですけども、このキーで歌えるようになったら実際に探していくんですけども、あとは、もう自分が歌うこのメロディーをしっかりとダーッとこう自信を持って歌うということですね。でそしてその音を、指板上で探していくという感じです。これをやるときにできるだけ合理的に例えば、どの音だろうどの音だろうっていう、こうランダムに始めてしまうのではなくて、 A のメジャースケールの A から始めて、たーちょっと違うな、たーちょっと違うな、たーたーたー、あこの音だっていう感じで、見つかると思います。ちなみにこのたーたーを歌っているときに音近くに弾くとですね、この音がたーちょっとこうぶつかった感じがします。そういった感じで音がこう近くなってくると、こう歌っている時にちょっと歌いにくくなってくるので、そういった音を弾いたら、あすごい自分は近いんだなと思って、まあ、次の音かななんて思いながら弾いてみるといいと思います。では最初の音がこうして見つかると、あとはそれを頼りにこう全部を弾いていく感じなんですけども、そこで重要なのがインターバルを感じるこうセンスですね。なのでタタタタと歌った時に、決してタタタタと下がっているのではなくて、タタタと上がっているので、よしじゃあこれは上がっている、なのでスケールのこの音よりも上の音を弾くんだなっていう感じで、分かると思いますし、あとタタタがタタというように高く上がっていないというのも分かると思います。そうするとですね、まあなんとなくスケールの次の音だったりするのかなとか、まあもう一つ上がったところなのかなっていう感じで分かってくると思うんですけども、タタタなのでタタという感じですごく近い音が2ついってます。で今度ここからタタ、前の音の上がりよりもちょっと上がってるな
タタという感じですね。まあ、ちなみにちょっとタタって下がるところもちょっと、ちゃちゃっと弾いてしまったんですけども、そういった感じで最初のまずメロディーが分かります。そして次タタタタタ、自分の中で覚えたメロディーを考えてみるとタタタタと最初の音とほとんど一緒だなと分かるので、タ、ただここのところが、最初のところよりも上がっている感じですね。なのでタタ、あ、すごい上がってますね。タータ、次のメロディは下がっています。決してタータと上がっていないので下がります。 OK ですね。それでまたタータ、あの始まりのメロディと同じ音から始まってるんですけども、次ここちょっと気をつけてほしいんですが、タータータっていうすごく上がっているなという感じですね。でこの感じというのは、他のインターバルにはない、上がりだと思うんですけども、これが、オクターブの跳躍ですね。オクターブの跳躍でしかも上に上がっているので、タータータータ、次はタータータと下がっているのが分かりますね。ター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 タ、これもちょっとすごく上がっている感じがしますね。ター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 タ上がります。タータ何かの音に解決してますね。タータ皆さん分かると思うんですけども、これが、このメジャースケールのルートノート A でした。なので全体を弾いてみると、タタ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 というふうに、弾けることが分かると思います。こうしてですね、今、ハッピーバースデーのメロディーを弾いたんですけども、どんな曲でも、いいので、自分が絶対に、メロディーがしっかりと、抜けないような、もう本当に、子供の頃から聴き慣れているような曲をピックアップして、あの弾く練習をしてみてください。もちろんですね、オリジナルのキーと変わるとは思うんですけども、相対音感を鍛えるという意味で、いろんなメロディーをトライしてほしいんですが、例えばですね、こうしてまたメロディーを弾いて、なんだろうな、タタ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 タ、これは、筋肉マンのテーマですね。ちなみに僕は40過ぎなので、こういったメロディーがちょっと浮かんでくるんですけども、こういったメロディーでもいいですし、本当に、自分が、慣れ親しんでる曲であればできるだけ多く、弾けるように練習すると、だんだんこう時間はかかるんですけども、慣れてきて、どこの音から始まるとか、どの音で終わるっていう感覚も分かってくると思います。あともちろんそのルートの感覚っていうのもしっかりと聞こえてくるようになるので、こうしてですね、このメジャースケールをもとにメロディーを弾くということを、しっかりと心がけてください。そしてこのメロディーが1箇所で弾けるようになったら、ポジションの中のオクターブ上げたり下げたりして弾くこともすごく効果的です。もちろんですね、1つのポジションでなくて他のポジションで、メジャースケールが弾けるのであればという感じで、別の他の、ちょっと筋肉マンだったんですけども、また別のポジションで弾いてみるというのも、試してみてください。ではですね、このエクササイズについてちょっと補足の、説明をしたいと思います。こうしてですね、自分の知ってるメロディーを弾く練習をするときにですね、よく起こりがちなことなんですけども、例えばこうメロディーを弾くときにこう間違うと、しますよね。例えばとかいうふうな感じで間違えた場合、大体の場合が、他の曲でもそういったインターバルが出てきたときに、間違うことが多いです。というのはやはりあの上に上がっていく感覚、例えば上がっていく音程なら上がった時にどれぐらい上がるかっていうのが指板の中でこうイメージできていないと、どうしてもこうなんていうんだろう、こう自分が思ってるその距離っていうのを勝手にこう指がこう勝手に引いちゃいがちなので、もし間違えたところがあった時こそチャンスだと思って、タタどれぐらい上がってるかなと考えて、その音と自分の指板の距離が一致するような意識で練習してみてください。今日はちょっと詳しく説明できないんですけども、エクササイズとしては曲の最初の2音ですね、例えばこういったインターバルで上がっているものを探して覚えるというのも効果的です。タタタタタタというスターウォーズのインターバルだったりとかするんですけども、こういった5度はそういうふうに覚えるといった感じで覚えると、比較的すぐに効果的に覚えられると思います。そして次にですね、このメジャースケールの中にない音ももちろん出てくる時があります。そういった時はですね、2つのアプローチができるんですけども、1つは、自分の中で例えばタタタタタタみたいなメロディーが出てきた場合、タタというのは自分が知っているタタよりも上がってるな、でもタタほどは行ってないなっていうので、間の音かなっていうので
こういう風に探していくのも、効果的ですし、本当にわからない場合はコード表とかメロディーが書いてある、譜面があれば、その譜面を見て、まあ、このキーですね、まあ、ちなみに A でやってるので、例えばシャープとかフラットがついたりとか、ナチュラルがついている譜面についていた場合はそういった音が、このスケールの音には入っていない音、あとですね、まあ、キーが C の場合はもうちょっと簡単になるんですけども、シャープかフラットが入っているとそのスケール以外の音、弾くことになるので、まあ、そういったことも、頼りにしながら、まあ、のメロディーを弾く練習をしてください。あと3つ目なんですけども、今回この明るめの曲というふうに限定でちょっとエクササイズをしているんですけども、中には暗めの曲を、パッと思い浮かぶ人もいると思います。そういった場合はですね、まあ、ちょっとあの理論的な話になってしまうんですけども、 A メジャースケールと F シャープマイナーのスケールが、同じなので、もし暗い曲を弾きたい場合はですね、まあ、ちょっと今のちょっとまたあの別のところでやると、 C メジャースケールと A マイナースケールが、これはあの平行調という感じで、同じ音でメジャーキーとマイナーキーという風になっています。なのでですね、まあ、メジャースケールから、3フレット下がったところから、またメジャースケールの音だけを弾くですね、 C のメジャースケールを弾くと A のマイナースケールになっています。なので、もしマイナーキーのメロディーを思い浮かべた人はこんな感じで、練習してみるのもいいと思います。あとこのマイナーキーはですね、この今弾いたのが A のナチュラルマイナースケールなんですけども、場合によってはハーモニックマイナーだったりメロディックマイナーとかいう風な感じで出てきたりして、こうちょっとこう臨時記号がついたりすることがあるので、もしかしたらちょっと難しいかもしれないですが、その辺もぜひ各自で皆さんやってみてください。では最後に、冒頭でもお知らせしたんですけども、僕が思うインプロの極意ですね、それについてちょっと、紹介してみたいと思います。インプロの極意は、ズバリ自分が聞いたものを弾ける能力、そして自分の頭の中になっているものを、弾ける能力、この2つですね、まあ、あともう2つ付け加えるとすれば、自分の中でこうメロディーがこう湧き出すような、なんて言うんだろうな、こう自分でメロディーを作っていくスキルも大切ですし、あとその湧き出したメロディーというものが実際に弾くことに値するかっていうのを判断するっていう、そういったことが大切なんですけども、やはりこの最初の2つ、聞こえたものが弾ける能力、そして自分の頭の中になっているものが弾けるという能力がすごく大切だと思います。まあ、特に教則本やソロの、コピー譜かなんかで覚えたフレーズを、覚えてこう弾いてもこうしっくりこないという人は、やはりそのフレーズを受動的に自分の中に、なんていうのかな、目から入れてるので、なかなか自分がこう聞こえてるものを弾くというよりは、どちらかというものを見たものを楽器を通して出しているので、そういったことでももしかしたらフレーズを弾いて覚えててもしっくりこないというふうになることもありますし、自分が聞いたものを弾くという観点で言えば、その目から入るのではなくて、ある音源を通してや、あと例えばその実際にライブを見に行った時にこう覚えてたフレーズとかを、自分がそれを楽器を通して弾くということをすると、今回やったような自分が覚えているものを耳を頼りに弾くということなので、自分が聞いたものを弾く能力がどんどん高まっていくと思います。あとですね、まあちょっと簡単なエクササイズなんですけども、自分が弾いているフレーズにこうマンネリを感じたりとか、なんかこうしっくりこないなという人は、なんて言うんだろう、例えばこう自分が思っているコード進行を弾いて、そのこのコード進行を聞きながら、どんなメロディーが浮かぶかなっていうことを考えて、例えばタタタタタタとか、自分の中でそのコード進行を聞いて、メロディーを作る練習ですね。そしてまず楽器で弾かないで自分の中でこう出すことで、そのメロディーを自分の中に取り入れる、もしくは自分の中にあるものとして外に出して、それを弾く練習をすると、より効果的に自分がこう能動的にそのコード進行に対して、ソロを弾くことができるようになると思います。ちょっと後から補足になるんですけども、まあ、そのメロディーだけを弾くのではなくて、やはりそのジャズの即興演奏をするときにはコード進行に即したっていうこともすごく大きなポイントになってくるので、こういった感じで自分がこう能動的にコード進行に対してメロディーを作っていくという能力を鍛えるというのは、今回紹介した自分の中で聞いて覚えたものを外に出すというのと同じぐらい重要なので、今後はですね、詳しい動画を作っていこうと思っていますので、お楽しみに。今回の動画は以上です。こうしてですね、まあ、すごく簡単なエクササイズだったので、なんだこんなんすごく簡単じゃないかというふうに、おっしゃる方もいるかもしれないんですけども、そういった方はですね、例えばビバップの曲をキーが分かればそのキーのコードを弾いて、自分でまず歌えるようになって、そのメロディーを今度は、自分の、ギターの指板上で探していくという作業をすると、まあ、ビバップの曲なんか特にこう半音階がいっぱい入っているので、すごくいい練習になると思います。その辺は、各自いろいろと工夫して練習してみてください。最後までご覧いただきどうもありがとうございました。